ポンテリング公園親のおごりでに出演する3人からメッセージが到着。いわゆるギャグといいますか、そういうところっていうのがあまり僕はそんなにこうアフレコとかで、やる機会が今までそんなにはなかったので、これを機に、何か挑戦できたらいいなと思っております。まだね、絶賛執筆中ということで内容についてはわからないんですが、きっと、楽しい作品になるなと思っておりますので、なんかアドリブなんかもね入れられたら、楽しくなるんじゃないかななんて思っております。やっぱりまあ仕事は一本でも多い方が、いろんなローンも抱えてますんで、助かるなっていうことで、返済に向けて一歩近づきます。どうせ面白いと思うんですよ、森田さんが書かれてますし、楽しみしかない裸の心で、臨もうというような、そういう意気込みでおります。なかなかこの今回のこのメンツでの朗読舞台っていうのは経験がないもんで、本当にその作品的なものもそうですし、共演する皆さんも非常に楽しみだなっていうメンツなので、これはぜひやらせていただきたいなというふうに、即答させていただきました。本当にやればやるたびに違う、同じ作品でも違う印象のものになるんじゃないかっていうぐらい、それぐらいなんかこう、手だれの皆さんとの、共演なので、本当に楽しみにしております。